さあということで、今いろいろとフローティング展示見て回ってるんですけども、動画の中のコメントでいただくのが、どういった船を選んだらいいんですかっていうところよく言われます。なのでせっかくこうやって展示がいろいろあるんで、こういう船はこういう方に向いてるよっていうのをお届けしようかなというふうに思ってます。いろいろあるんですけど、年式によっても設計思想変わってくるので、なるべく新しめの船を中心にやっていこうかなと思います。さあ、早速やってきたのがすぐお隣にあったこちらですね。フィッシングタイプボートの特徴としてはですね、もうまず何と言ってもここの通路が一番特徴になるかなというふうに思ってます。クルーザータイプっていうのは大体の場合ここ掘り込みがないケースが多いです。一番船の端っこと、船室内の間にちょっとこう空間があって、ここを歩けるようになってます。こうてててててとね、実際に歩いていけるようになってます。で、前の部分もこちら掘り込まれてますね。クルーザータイプっていうのは大体の場合ここ掘り込みがないケースが多いです。はい、この高さと通路が大体同じ高さにあるんです。ただフィッシングボートは掘り込まれてることが多いで、ウォークアラウンドなぜなってるかというと、一番前画面の奥、それから中央手に1名2名ほど、リア側のデッキで3名4名、なので片舷船のサイド片方側でだいたい4名この船の場合は釣りができると。なので、釣りをするための面積を増やそう、釣り竿を増やそうとすると、やはりサイドに人が立てた方がいいよねということもあって、こういう構造が取られていることが多いです。どちらかというと先ほどのクルーザーなんかに比べると、少し室内空間質素かなという印象を受けるかと思います。ベンチシートもね、長さが短かったりしますし、当然ギャレーと言われる先ほど見ていただいたねシンク、そういったものがないことが多いです。ただ、この船、フィッシングクルーザータイプという形になってますので、少しねクルーザー要素も入ってますね。なので、バースと言われるこの船の中の寝室部分、ここも非常に広く取られてますんで、男性が、1名は余裕、ご夫婦であればお二人全然寝れちゃうっていう感じになってます。このシリーズはこういった形で、船の中にですねトイレを設けることができる大きさがあるんですが、フィッシングタイプの船の場合ですね、こういった個室トイレっていうのはまだまだ少ないことが多いです。なのでトイレ自体はあるんだけど、この船内ここにねむき出してドーンみたいなこともありますんで、とにかく釣りに特化した船という形で思っていただければいいと思います。であとですね、特徴的なのがこの船内のこのダッシュボードと言ったらいいんですかね、こういったダッシュボードが非常に広い場合が多いです。この面積的にね広かったりします。それなぜかというと、これ魚探と言われるね、魚を見つけるための機械なんですけど、この魚探、あとこれレーダーですね、これ夜走るための、必要になってくる装備だったりとか、これソナーって言われるんですけど、この魚探、魚群を探す、こちらよりもさらに高性能に魚を探せるっていう機械なんですけど、こういったですねお魚を釣るためのこう機械類をいっぱい置く必要が出てくるんですよ、釣りをしていくと。なのでそういったものが偽装しやすいように、こういったのが非常に広く作ってある、これが特徴になってますね。であとですね、非常にやはり荷物増えてきますんで、こういった物入れのスペースですね、はい、この蓋という蓋大体もう物が入るんですけど、非常に広いアレンジになってます。でお魚を入れます、こういったはい、いけすと言われるお魚入れるエリアなんですけど、めちゃくちゃ広くないですかこれね。画面いっぱいに映ってるんですけど、これ開口でだいたい1メーターくらいこの横幅があります。なのでいっぱい魚釣っていっぱい持って帰ってくださいねっていう感じになってますね。とにかくもう釣りに特化した状態になってます。はい、性能ね、釣りがしやすいしにくいってあるんですけど、偽装の意味でもやはり釣り船は本当に釣りに非常に特化した船になってますんで、いろいろと選んでいただければと思います。